動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子馬オシンです。この動画面白いと思ったらコメント高評価チャンネル登録お願いします。さて2泊3日岐阜旅行の第4話をこれからお届けします。現在地の方が下呂温泉合掌村という白川郷の建屋9棟をゆっくりそのまま移築したというテーマパークに来ているんですが、滞在時間わずかたったの40分です。なぜかこれから大変な移動をします。下呂温泉からさらに北に登りまして高山に向かわなきゃいけないんですけども、その高山に行く電車の出発時刻が17時4分、今現在時刻がですね4時46分ですから急がなきゃいけません。歩いてなんか無理です。ということでもうすでにタクシーを手配しています。歩けよ、そこは頑張れよっていうおっしゃりたい方、お気持ちは分かりますがどうぞお察しくださいと言っている間にタクシー来ちゃいましたので、今回の旅も始めていきます。下呂駅戻ってきました。タクシーの運転手さんの素晴らしいご案内でわずか6分で合掌村からここに戻ってくることができました。ですがゆっくりしている場合じゃありません。あと残り10分で高山行きの電車が到着します。早くキャリーケースですとか引っ張り出して電車を待ちたいと思います。急ぎましょう。ありがとう下呂温泉、また会う日まで、そのうちまた来るよ。いや、まさにジャストタイミングでしたね。もう間もなく高山行きの電車到着します。運転手さん次第なんですけども、サブチャンネルの撮影もしなきゃいけないので全面展望ですね。まもなく来ます。はい、じゃあこれも高山行きに乗りたいと思います。はい、到着しました。現在時刻6時21分。下呂温泉を駆け足で立ち去ってしまったので、申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけども、もともとの目的地高山なので、早めに来ることができてよかったです。で、これから今日から2日間お世話になる宿まで移動します。飛騨白川郷、飛騨高山、古い町並み、飛騨温泉郷に飛騨山脈、飛騨山
内桜、馬竜桜、松川桜、西高寺の下れ桜、飛騨の里、使ってますよ。飛騨といったらやっぱり木材を使ったこの工芸品有名ですよね。飛騨の家具。岡山駅の改札を抜けると、なかなかにもうこれ多分日暮里駅並みに立派な光景を見ることができますよ。今列車が到着しましたね。さあここからは高山市福祉で行きたいと思います。まずは今回のお宿へ行きましょう。そして、より詳しいものがこちらということですね。これから区は西一の町という地域にある小宿へ行きます。実を言うと、この古い町並みとは真逆の方向になります。行きましょう。高山駅の駅舎、こんな感じですね。飛騨地方の玄関口と呼ばれるだけあって立派な駅舎です。間違ってたらごめんなさい。まさかまさかのこんな案内看板あんまり見ませんね。飛騨の里まで1キロ、古い町並み 1400m 1.4キロ、高山神社まで1キロ、 1.25キロ。面食らっちまいました。驚きが強すぎて。しかもまだ宿には着きません。まだ歩かないとダメです。なんか直接の信号なさそうなので地下道へ進みます。多治見に続いて2回目だ。しかし多治見と違うところはスロープが石畳がないところ。登りはきつい。これで反対側に行くと。この坂上がらないと行けないという。結構歩きましたよ。ここまで来るのに30分かかってますからね。この坂を登んないと宿はないそうです。あ、でもすごい、向こう側に北アルプスが。不動産屋さんの看板の向こう、あれ北アルプスですよ。飛騨山脈。すごい素晴らしいロケーションだ。ロケーションは素晴らしい。さあ行きましょう。というわけで今回の岐阜旅行でお世話になりお宿に到着しました。こちらのお宿です。桜ゲストハウスさん、建物はこんな感じになっております。疲れも溜まってきておりますので、では早速チェックインしていきましょう。すごい外にね、藤の花があってちょっとしたテラス席がある。ここから入るみたいです。そしてよいしょ。ごめんください。無事にチェックイン完了しました。今日利用者があまり多くないっていうことで、なんと1泊2,500円で
個室をご用意いただきました。本当は相部屋だったんですけどね。というわけでこんな感じのお部屋です。2段ベッドが、そしてテーブルがありますね。 Wi-Fi は付いてるみたいなんで、一応ここで編集作業もできそうです。チェックインが終わったと同時にこちらの用紙を2ついただきました。高山駅までの距離が少し遠いので、毎朝3回シャトルバスのサービスをしてくださっているそうです。明日の高山市の観光に関してはこのサービス言葉に甘えようかなと思います。あともう1枚、周辺のコンビニエンスストアですとかショッピングですとかいろいろ大変なので、こちらのもう1枚の案内用紙、スーパーマーケット、飲食店、その他もろもろ書いたものをいただきました。これをもとに今日は次のこの後の動画、2泊3日岐阜旅行編、この西側の方を見て回ろうかなと思います。西側で食レポ編ということでやっていきたいと思います。ここがお手洗いです。ご時世を反映してアルコールのスプレーが用意してあります。中はこんな感じです。ここがシャワールームになってます。中はこんな感じですね。これが2、3、3機あります。アメニティの用意がされてるみたいです。ここにもお手洗いがありました。中はこんな感じになってます。フロントのすぐ脇に自動販売機置いてあります。共用のキッチンです。こちらはパネルがあります。というわけで今回の動画いかがでしたか？もしよかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。2泊3日岐阜旅行編第5話に続きます。